行くぜ。さあ、様々なメールポイントからメールが届くよ。ね。メール届いたら OK ってこと？お、バトルメールだ。早くね。よし、行くぜ！バトルメールだ。バトルメール。ノーマルコレクター。ね、ノーマルキー型ヒーロー機だけでバトルだ。受けましょう。誰だ？もう始まんのこれ。あ、開くだけで戦える。さあ、クンフーダイダー VS ツッパリ大将軍でいきましょう。まあこのバトルはもうだいぶ慣れてきたのでね、サクサク勝ったいと思います。イエーイ、見てるリスナー、イエーイ。あいつ降りてきやがった。さあ、ガードじゃ。ナイスガード。あ、アイテム間違った、開いてた。間違えた、すまんすまん。よし。さあ、お金とりあえず回収して、殴りに行こう。行くぞ、ワンパンマン。ワンパン落とし合い。やーっと、大ダメージ。俺も見せてやろう。踏ん張れ。ヘッドバット、うっと、いいね。聞かへん聞かへん聞いてるけど、聞かへん聞かへん聞いてるけどってすげえつらいね。え、ワンパンマン、もう一丁いけ。ワンパン落とし、ダーッと防いだ。27ポイントダメージ。そしてダウンしてる。おっと、押せ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 、ウォールじゃー。おつぽよ、結構いいね。俺結構このバトル得意かもしれない。さあ、ファイトまでなんと獲得7万円、バトルボーナス19万円、ランクは S。 あ、50万、バトルすげえ。結構いいよこのゲーム。すっぱり大将軍の熟練度がアップです。なんかもうちょっと強い敵が来てくんねえとダメだよね。さて、バトルオンから作成メールを作成送信してバトルすることもできる。あ、こっちから誰かにね、挑むこともできるんだね。そうだ、情報伝えねば。なんや、1回戦に合わせて体育倉庫で変身回復、時間回復や買い物ができるようになった。あ、体育館そこめっちゃボロボロやんか。ねえ、そこで回復しようね。オッケー、便利じゃん。行かなくていいんだね。こんにちは。情報屋教えて。近距離型が多い。ね。お前の、全然ダメじゃん。ウィンウィン。知らん誰か。どうしよう。とりあえず一回クリーニングしとく。行こうか。これ Wi-Fi バトルあんの？え、ないんじゃないかな ?Wi-Fi バトルは。ちょっと待ってね。パッケージの裏見るわ。ローカル通信しかないですね。このゲームは。ローカル通信のバトルと、すれ違い交換の、で、ヒーロー儀の交換ができるって書いてました。どんまい。さあ、レンタルできんのかな、新しいの。ねえ。あー、ないな、新しい服。ヒーロー儀変えたりするの。あ、なかった、変えたりも。アイテムショップは、スポーツドリンク、100万円のドリンクしか売ってない。なかなか持ってますね。さあ、とりあえず、回復しときましょう。今どれぐらいすれ違いのか、もう、全然すれ違いねえんじゃねえのか。辛いよな。やっぱ今のゲームの辛いところは、最新のゲームじゃねえと、すれ違えれねえっていうのがちょっと辛い。そこ。オッケー。それでは今から、ね、学校中走り回って探しましょう。ね。頼むぞ。頼むぞ。お前か？4勝のステージ上がってきな。何こいつ？え？勝ちスターが足りねえぜ。あ、お前が4、ラストバトル？誰だお前。さっき見たこのヒーローバトルすごかったな。流れくん出てんのかな、本当に。よし、行ってくるか。さあ、このプールに誰かいますね。こんにちは、お前だろ。僕は3勝。3勝してない君は無理だ。3勝目はこいつ。4勝目はあいつ。わかりましたね。さあ、あとはどこにいる？どうだ？ねえ、どうして僕たちは歩いて先生は自転車で学校いいの？ずるいよ。わかる！
先生ずるい。どこ行ったらいいんだろう。この階段に予選突破した子がいる。え、誰だ誰だ、お前か先生。先生先生やってるけど、先生らしいとか先生不安なんだよ。先生先生言い過ぎ先生。さあこの辺りだろう。あ、それっぽい、お前か。七不思議って知ってる？一つ目は真夜中の音。深夜誰もいない教室で音が聞こえるんだって。チャリンチャリンって小銭の音が。怖い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 。僕はヒーローバンクの支配者。小児病というパワーを得た僕が負けるはずない。我が大いなるカオスパワーを食らうがいい。あーね、うん、じゃあバトルしよっか。行くぞ。タッチピン取り出せ。行きます。バトルじゃあ、さあいっぱい金あるので回収しましょう。さあ いきなりバトルだ。さあ配ろう。ふんばるんばフライングディスク。やばい。あいいね、フライングディスク、かっこいい。お前どこへ行く、ワンパン。お、行ってこーい。チャンス。さあピヨった状態のままだ、どうしようもできねえだろ。腹パンチャーイ。31ポイントダメージ、キック。さあ踏み込めるのが、ここで俺が、おっとミスってる、クソザコッツです。さあ決めましょう、ワンパン落とし、もういっちょう。さあ防ぐ、まだ生きてる、やべえな。さあお金があんまないですね。あ、100万円ある、拾えた。よし行ってこい。さあどうする、根性ナックル、くらえ、死ぬがいい。あー、つい41ポイントダメージ、受け止めた。だがバカオッズ、おら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 。結構硬かったねこいつ。予選になってくるとどんどん強くなるのかな。さあファイトマネー、うおー、86万円。ちょっとちょっともらいすぎちゃう、あかんってこれ。俺もう毎日する、毎日このゲームする。お金もらおう。僕に勝つとは貴様。まさか展開からの資格か。ぐー無念。お前面白いな。僕に勝つとは貴様。借金でいつするんだろうね。それはすげえ思う。さあ2回行ってみようか。さてあここか。こんにちは。僕は放課後のお掃除の達人、お片付けの鬼。呼ばれたいか。そうだね、頑張ってね。いやーすごい強そうだねお兄ちゃん。え、私はしょ称賛する、称賛、つまり褒めまく小学3年生。あー面白い。いやバトルできるなんてすごい、すごいね。やるかバトル。なるほどね、面白いね。さあ空風ダイダー雑魚ですね、やっていきましょうか。いつなったらあのヒーロー改造できるようになるんだろう。俺早くヒーロー改造したいんだけど。よっしゃー、アタックされたのが俺今。さあこれ踏ん張ろう。まずはラリアット、あいいよ来いよ、いいよ来いよ、俺は金をどんどん集めていこう。アピールタイムじゃ、金くれ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 、リスナーさんお願いします、分けてくださいお金。よし、さ あ, さあリスナーからもらった金で戦うぜ。ほー
タッチしまくれ。さあタッチしまくるだけなんて簡単です。くらえラリアット。結構連打しんどい。はい、綺麗に入った22ポイントダメージ。さあ近づいてさらに行くぞ、ワンパン落とし。イエーイ、33ポイント強さを見せた素晴らしいスピリッツ。だが食らいすぎじゃないか今の。大丈夫かよ。さあ近くに行っていきましょう。根性ナックル一番強い技だ。耐えられるのか。根性ナックル熱血ファイト踏ん張った。大ダメージ、それはつらい。さあここはガードしとこう、安全に。カーン、さあ100万落ちる、100万落ちる、100万拾って。さあこれちょっと怖いの、かわそうか、かわせ。ミドルキック、あー、かわしたピカチュウ、よくやった。さあとどめだ、生きてこい、ワンパンマン、ワンパン落とし。やーっと大ダメージ、 KO、 ワイド勝ちや。さあ見事ランクは S ランク、 S ね、結構いいじゃん。レベルアップ、でもレベル上がってもなんかテクニックとかマインドとかさ、なんか成長してもあまり意味なさそうなんだけど、大丈夫なんですかねこれ。いやー負けちゃった。よし、さあ次のバトル行きましょうか。ここなんだ、ここ宇宙室みたいな。何これ、視聴学室、ここすげえ。すごすぎだろこれ。俺こんな近未来の視聴学室がいい。コックピットだよねこれ、やべえじゃん宇宙。そうそれだわ。さて上行けない、これ以上こっちには用がない。さあここにはもういなさそうですね。どこにいるんだろう。ヒーロー儀に属性があるの。何属性って、そんなあんの。すげえ、何でもエリア。あ、多目的室かこれ。よし、さあダメですね。じゃあ降りましょうか、下へ。早く買いたいな、いろいろ服買って強くしてねえ。でもちょっとこのヤンキーみてえなのがダメ。もっとね、可愛いのがいい俺。かっこ可愛いやつ。ねえ。そういうやつにしたい。イケメンになれるぞ、それ。やべえぞ。さあ、体育館とか入ってみよう。レンタルヒーロー着さっき見たんだけど、なかったんだよね、いいのが。あ、いた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 。お前かひやっぱバトルするの怖いな、僕みんなから。小心者の小4。あーね。そうか。さあバトルしようか。データを保存中です。いきます。こいつらはダメだな。さて忍びサポーター、あ、かっこいい。あいえ忍者バトルだ。よし、さあお金集めよう、ガンガン集めよう。さあアタック、なんだこいつ、おい来いや、ドロップキック痛い、ジュングダメージ、痛いです。あ、さあ遠距離からですよこれ、大丈夫ですか。さあこれガードしとこうか。スライディングガチに守るぜ。さあ近づいていこうか、ワンパン落としね。やっぱ一番ね、リスナーからの観客、何これ、待て待て、あー待て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 、行ってこい、ピヨった状態どうする、ワンパン落とし、大ダメージだろ。おっとミスミス、何してるんですか。さあ100万落ちる、100万、よし
さあ相手何する？じゃあガチンコ返そうか。結構ミニゲーム種類多い。あ、スライド操作。これパターンによってすげえめんどくさいよね。オッケー。じゃあ大勝利。押し切れ。根性ナックル。一番威力高い技。うれい。45ポイント。もう止まんねえぞ。もう止まんねえぞ俺。いいぞ。倒せピカチュウ。痛い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 。ダサいこれ。頼む。見て。よし、さあワンパンしよう。リスナーから金もらって戦え。避けた？ピカチュウかよお前。お前もう許さねえぞ。ワンパンやワンパン。いやこれピッ、あ、ダメだって本当。34ポイントダメージ。おっとこれダウン。さあフォールする前にお金拾ってからフォール。押さえよ。動かさないよ。死ぬがよい。よし、かわいそう。さあバトルリザルト、あ、バウトリザルト。さあめっちゃもらえた。160万もらった。またやべえこれ。俺の年収もうね、今日だけでどんな、俺の年収以上稼いでるこいつ。どうすんの、なんか辛くなってくる。こういう現実を知ってしまうともう前が見えない。俺前が見えない。ほんと辛い。最初に1億円もらってる。もうやばいよ。働こうって気持ちが湧かなくなってくるこれ。さあヒーローギランドリーでちょっとね、あの回復しときましょう。社畜がもう泣いちゃうやつ。すげえ泣きそう本当。障害年収はね、でも今の時代1500万ぐらいって言われてるからね、サラリーマンで辛いわな。うむ、僕とも戦うものだ。千の称号を待つ称号。そうか、バトルだ。お金もらえるからね。いやもう非課税の可能性がある。本当に非課税でも別にいいかもしれない。さあすげえかっこいいよ敵のヒーロー。いいなあ。よし、さあアピールしとこう。リスナー頼む、金をくれリスナー。リスナー金くれ、頼む、もっとくれリスナー。あ、やばい。完全油断してた。ちょ待って、痛い。もうひどいよ。え、終わるのバトル。あ、もう負けちゃうとこだった。危ねえ。びっくりするからやめてよ。ワンパーン。あ、避けた。ちょっと待って、ずるいってそれ。避けるのは犯罪。あ、ミスターバカバカツ。さあ俺が行きましょう。ワンパン落とし。ワンパンジェイ、クリティカルヒット。聞く。まだまだ行きましょう。さあ根性ナックル。さあ前に出る。ね、ケラツ、てかガード41ポイント。え、めっちゃ食らったんやけど、大丈夫お前。さあ、あとはこれで、ガチンコで終わり。スライド、オッケー。結構強いよね、これ。ヒーローの熟練度が上がって、強くなってんのかな、やっぱ。さあ、ワンパン落とし、終わりでーす。落ち着よ。若干あれだよね、バトルが多少ちゃーっと、ほる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 、単調なとこあるよね。オートポエッティ、早く新しい技を使いたい。俺は早く使って最強になりたい。さあお金140万ゲットです。作業芸なりそう。いや でもね、多分これからだと思う。俺ね、なんか CM でさ、
借金100億円っていうさやつあったじゃんみんな。俺いつ借金を負うのかが楽しみで楽しみで、でいつお前はすっぱだかなるんだっていう。そこなんだよ俺が見たいのは。さあ小6ロックンロールってやつね、面白いですね。バトルしましょう。さあ最後の一人です。これを勝てば予選突破です。いくぜ。マンハッ、まったりパンチャーだって。やっつけようか。え、まだ借金してないんだよこいつ。ねえ金持ってんだよこいつ。じゃあその速攻殴ろう。バトルはまずね先手を取った人が勝つ。そこガードいいよ。さあアタック来ましたね。そして避けるっていうのがイケメン。あ痛い。なんか俺避けないんだけど俺のやつ。デブなのかもしれないもしかしたら俺のヒーローは。避けろピカチュウって言っても全然避けないよ。ガード効かん。仕返し行こうか。軽くラリアット、ラリアットイ結構効く。敵の方がなんかあの人気者って感じ。今日なんかずるい。俺も人気者なりで踏ん張ろう。招待さあ人気ポイントアップ。やべえこれ来る来る。あぶねあぶね。やばいやばいやばい。ガードいきなりあぶねあぶね。ガチンコバトルだ。チャリン大丈夫。ああぶね。すごい根性ダックル。さあ48ポイントダメージ、ダウンしてる。あと潰すだけだ。えでも俺さこのホールするんじゃなくてさ、なんだろう、倒れてるところを殴りたいんだけど、どうにかできないんですかね皆さん。ね倒れてるところをねえワンパン落としでさ沈めたいんだけど、できないんだけどね。なんかホール覚えてからそこ不満なんだけど俺。さあ1回戦突破じゃ。おおなんてこったエンディング聞いてないぜ。どやなんか怒るこっから。やったぜ、ツインカットぜ。また一挙うまい棒買うかな。カイドくん、おお水をやったぜ。2回戦いけるぜ。やりました、すごいでしゅ。おめでとうだけど。うざいなお前。おめでとうだけど。はい、で流れどっかに見たかもな。あメール来た。バトルメール、あメールだ。最後の試合なんだこれ。どうしました。あほらこれ、うんうん、見せてもらいますよ。1回戦突破おめでとう。僕も1回戦突破した参加者です。ここは一つ1回戦突破した者同士で戦いませんか。練習試合のものです。ガッポリショーの屋上で待ってます。これ来るぞ来るぞ絶対。何者だ。さあなんでも行ってみようか。オッケー、僕気になるけどプラチナ多すぎか。うん、うん、僕の勘だよ。なんだ、じゃあ大丈夫だろ。かわいそう、扱いがちょっとひどい。行ってくるわ。ちょっとカイトくん、どうしていつもこう、まあ、僕たちはこの人が誰か調べましょう。ね。いや、行ったらわかるじゃん！屋上！